おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は挿し木の様子をね、ちょっと、見ていきたいと思います。だいぶね、新芽もね、このように出てきて青々とね、してきたものもあれば、対照的にですね、このように枯れてしまっているものもあるので、そこら辺も含めてね、ちょっと見ていきたいと思います。で、前回、挿し木のでね、あげたときに、まあ、大半がね、枯れてしまったっていうのがあって、まあ、そこからなんですけど、今ね、生き残っているものなんですけど、多分まあ、これ大丈夫なのかなっていうのはね、今のところ、まあ、もう5月に入ってきてるんで、このままね、行ってくれればと思うんですけど、レモンがね、比較的調子がいいんですよね。成功率がちょっと高いのかなっていう感じがね、受けます。どなたの動画かわからないんですけど、まあ、ニンニクの成分とかね、あと玉ねぎの成分とかを一緒にね、入れると、発芽とか発根とかね、発芽というかね、発根がいいのかな。発着がいいというかね、まあ、ニンニクとかね、玉ねぎとかを入れると、まあ、挿し木がね、結構つきやすいっていうのをね、あげてる方もいたんで、まあ、そこら辺も参考にしてですね、少しね、配合しました。まあ、ただね、湿気も多かったんで、このようにね、枯れてしまったものとかね、これちょっと見づらいですよね。このように、もう、かびてきてるものとかもあるんですけど、まあ、レモンがね、比較的調子がまだ良さそうなので、ちょっとそこら辺見ていきたいと思います。これ、花芽ついてるんですけど、本当はね、花芽取った方がいいんですよね。こういうところに栄養をつけてもですね、多分これ発根してないんですよ。まあ、要は根が出てないと思うんで、本当はね、こういうのは落としてしまった方がいいのかなって思います。で、これもね、花芽ついてんすよね。で、ここからね、小さい、わかりますかこれ。ここからね、ちょっとね、見えづらいんですけど、小さくね、新芽がね、たくさんこう出てて、で、この下に、これですね、花芽が小さくついてんすけど、まあ、こういうものもあれば、これもね、枯れてるんで、こういうのはいいんですけど、ちょっと枯れてるのだけね、先にね、取り除きます。こんな感じでね、枯れてるのを取り除くと、わかりやすくなるかな。ね、多分ね、枯れてるものはもう全部ね、ダメだと思うんですけど、これもちょっとダメかな。これもちょっと危ういっすね。まあ、それ以外なんですけど、まあ、こんな感じでね、カビみたいなのも出てるんですけど、これ、新芽出てね、生き残ってんすよ。これもそうですね。これも。この中に、およそ1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、30。30本ね、挿し木して、生き残ったのが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20本ね、生き残ってます。30本中20本。まあ今のところね、このままの状態でいくと、成功率がね、上がってくれればいいんですけど、以前からね、挿し木のね、動画をね、いくつか上げさせてもらってるんですけど、挿し木に関しては、まず一番目が、このように新芽がつきます。二番目に発根。要は光合成をして、根をね、出していく。根の方が後になりますんで、まずね、このように葉っぱがね、出ていることがね、結構条件になるんですね。だから葉っぱが出てこないことには、根がね、出ていかないので、まあ結局ね、まあ例えばこういうね、花芽がついてても、こういうものって結局多分枯れる可能性高いんですね。
まあ、ただね、花芽取ってもいいんですけど、実験的にね、このままやっていきたいと思うんですけど、なぜかというと、今ね、このように温室ハウスの中でね、管理をしてるんですけど、まあ、大半のものがね、結構ね、まあ、前回の動画でもご説明した通り、枯れてしまったんですね。枯れたんですけど、まあ、これはね、ブルーベリーですね。まだ、どうにか生きてる感じですね。まあ、この状態で、僕のやり方でどれぐらいの成功率になるのかっていうのも含めてですね、まあ、最終的に、お伝えをしていきたいかなっていうふうには思ってるんですけど、まあ、ここら辺ちょっともう微妙ですね。枯れそうですね。ここら辺はね、枯れそうですね。奥にね、こっちは何本か生き残ってそうなのもあるんですけど、まあ一番はね、やっぱりこのレモンの木が、この挿し木が、比較的いいのかなっていう感じがね、見受けられます。まあ抜いてみてもいいんですけど、ちょっと今ね、抜きたくないんですよね。一本だけお試しで抜いてみましょうか。一本だけ。ね。では、一番ね、葉っぱがね、枚数が多く、これ新芽なんですよね、今年の。こちらを、ちょっとね、抜いてみたいと思います。発根してるかどうかっていうところなんですけど、こちらね、こんな感じなんですけど、あんまりやりたくないですよ。真似しないでくださいね、やってる方。あくまでこれ動画用なんで。ほら。根はね、多分ついてないですね、これ。真似しないでくださいね。ほら。根はついてないですね。やっぱり思った通りですね。先に葉っぱが出て、その後発根するっていう状態になるんで、これね、根がね、まだ出てないですね。出ててもちょこっとなのかな。まあでも、ほぼ出てないですね、これね。なので、まあこんな状態なんですけど、これでもね、葉っぱがね、このように新芽が出てくるというふうになります。ですけど、まあこのままだと枯れてしまいますんで、またね、ここから管理をしていくっていうふうにね、なって、この後ですね、発根させていくまで。これがね、結構ね、大変な管理になっていくと思います。この温室ハウスで、これがね、発根して、このレモンの木がね、使えるようになったらですね、まあいいのかなって思います。まあこれはね、品種リスボンなんですね。まあこれ以外にも、今ね、種まきとかもやってます。広島県の、山田農園さんって言ったかな。そこのレモンいつもね、うち買ってるんですよね。毎回毎回買ってるんです。そうですね。年間にすると、ものすごい量買ってるんですけど、まあ、そこのレモンがね、すごく好きで、まあ、僕もね、こういうレモン栽培を始めたっていうのがあるんですけど、まあ、全般的にね、レモンより最初、みかんずっとやってたんですけど、このね、レモンね、結構ね、いいなと思って、その山田さんのレモンがねすごくいいんですよ。広島からね取り寄せてるレモンなんですけど、まあそれがねこのレモンなんです。こういうねレモンなんですけど、まあ一見ね見ると普通のレモンなんですけど、多分これ無農薬の栽培なのかな、無農薬だと思います。で、広島のレモンって結構ね有名なのかちょっとあれなんですけど、まあ、このね、レモンがすごくね、美味しくて、で、僕がまあ、レモン栽培を始めたきっかけっていうのがまあ、これになるんです。まあ、これね、動画でちょっと初めてお伝えするんですけど、まあ、この種を使ってね、またね、種まきもね、ちょっとね、やったりとかね、そういったこともね、始めています。このね、品種ね、ちょっと問い合わせをしようと思ってるんですけど、これ何のレモンなんでしょうかね。まあ、これがね、できると、すごくね、いいものになるのかなっていうふうにね、ちょっと思ってやってます。まあ、ただこちらはね、品種がリスボンということなんで、まあ、これね、このままた管理をしていくんですけど、ちょっとね、こちらの方は一回ね、水を散布して、
まあ、水の状態ね、あんまり上げない方がいいっていうんで、まあ、でもこのままでいいですかね。ちょっとこれでね、また戻していきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、ということで、今、この5月の上旬ですか。こんな感じで、またね、これから発根してくるであろうね、挿し木の様子、そういったところについてね、ご紹介させていただきました。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。